まあ、引っ張れないと追い込んだ時にストレートをいかにコントロールよく投げるか、なんか感じがコントロールよくなだから日本シリーズからああいうピッチングができたと思います。自分も真似して低めの精度もっと良くしていきたいなと思います。右バッターにいいコースもするし、アウトコースは左バッターにいいコースですし、コースはコースになりました。まあ、周りは一生すごいと思うんですけど、まだまだ勝ってないので、まあ、今週もしっかりと練習してたので、まあ、その心身をしっかりと、ね、シーズンの頭からしっかり勝てるようにピッチングをしていきたいなと思います。まあ、そうですね、キャンプは怪我してないようになって、まあ、今シーズンはしっかり風も吹かずに、まあ、1年間投げていて、ローテーションを守って2桁以上できるようにやっていきたい。まあそうですね、監督が優勝ばっかり言ってるんで、まあ自分も期待に応えて、チームの人